今回はアジアの文化交流という壮大なテーマに取り組むための準備として、文化とは何か、文化交流とはどのようなものがあるのか、アジア観というものがどのように形成されてきたのかということを申し上げました。次回は人類の初めの段階から交流の歴史というものを考えていきたいと思います。